どうも、大ちゃんです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。実は、Twitter、Instagram、TikTok と活動の幅を広げております。概要欄にも URL が掲載してあるので、よかったらフォローの方よろしくお願いします。というわけで、今回なんですけれども、東宝が誇るゴジラシリーズ最新作のゴジラマイナスワンの予告編が公開されたので、ちょっと話をしていこうと思います。アルキメデスの対戦、永遠のゼロなどの山崎隆監督によって制作されているゴジラマイナスワンは、これまでのゴジラシリーズとは繋がらないスタンドアローン作品であり、1954年に公開された初代ゴジラよりもさらに以前の1945年頃から1947年頃が時代設定とされていて、ゴジラシリーズでは初の初代ゴジラより以前に起こった出来事を描く作品として大きな話題になっているんですよね。特報映像の中では、尻尾によって破壊される街の荒廃に巻き込まれる人々、廃墟と化した街、巨大なゴジラの足から逃げる群衆、ゴジラによって弾き飛ばされたと思われる電車の車両、屋上で写真を撮影する記者たちがビルの崩落に巻き込まれる、おそらく電車に噛みつこうとしているゴジラなど、多くの印象的な場面を映し出してくれていたんですが、まだ物語の全容はつかめていなかったんですよね。全く情報が公開されてきていなかったゴジラマイナスワンですが、先日大きな動きがあり、ゴジラマイナスワンの X の公式アカウントが9月4日の14時45分に YouTube にて最新予告編を公開すると発表したんですよね。その発表に合わせて添付されていた予告編のティーザーと思われる映像には、ゴジラと米海軍が戦闘していたことを匂わせる海図の情報や、日本の首相宛てにアメリカの諜報機関が、我が国の諜報機関は現在同盟国の部隊と連携を強めている。日本列島の南方から高速で向かってくる巨大な水生生物の存在を確認したからだという文章を発信していることを示す情報が盛り込まれており、南方の海からゴジラは出現してやってくるということを示唆するがごとく、背びれを上下させながら海中を泳いでいるゴジラの姿を映すなど、とても印象的な場面が登場しており、かなり期待できる内容になっていました。そして、昨日、とうとう予告編が公開されまして、それがとんでもないクオリティになっていました。昨日の動画では大筋の部分をなぞって解説していたんですが、本日はちょっと気になる部分の考察をしていこうと思います。まずは浜辺美波さんが演じる大石のり子が発する、あれがゴジラという言葉に関してですね。キャスト紹介によると、大石のり子というキャラクターは、焼け野原の戦後日本を単身で強く生きる女性、戦争帰りの敷島と出会うと紹介されており、軍事関係者、科学者などのゴジラとの関わりを持つような職種に当たるような人物ではなく、ごく普通の一般人なようなんです。その彼女が、あれがゴジラと怯えながら話すあのシーンは、かなり重要な場面になるんではないでしょうか。公開された予告編映像の中では、ゴジラの襲撃から神木隆之介さん演じる主人公である、敷島光一と必死に逃げる様子が描写されており、二人の関係性には親密なものがあるように見えます。敷島光一は戦争から生還するも両親を失い、荒廃した日本でのり子と出会うと紹介されており、戦争から無事に帰還するも全てを失っているという状態なようですね。敷島光一と大石のり子が物語の主軸だとして、どこでゴジラが絡んできてその存在を知ることになるのかってとこが多くの方の疑問だと思うのですが、その答えは敷島が所属していたと思われる海軍の部隊に隠されているかもしれません。予告編映像の中では、敷島が横たわっている遺体と思われるものを呆然と眺めているシーンがあるんですが、その敷島の着用しているシャツの胸には、601空敷島少尉と記載されているんですよね。このことから敷島は第601海軍航空隊に所属していたということがわかるんですよね。第601海軍航空隊は日本海軍の部隊の一つであり、太平洋戦争中に機動部隊として航空母艦飛行隊として整備され、マリアナ沖海戦、硫黄島の戦い、沖縄地上戦、関東防空戦で敵機動部隊への攻撃と防空を担当していたとされています。つまり、敷島は海軍のパイロットだった可能性があるんですよね。多くの歴史に残る戦いを繰り広げて帰還したのに全てを失っているって時点で悲惨極まりないんですが、そこにさらに追い打ちをかけるようにゴジラの日本襲撃に巻き込まれるってエグすぎますよね。
前述したように四季島は第601海軍航空隊として日本の南方のマリアナ沖海戦、硫黄島の戦い、沖縄地上戦に参戦したと思われるんですが、この戦地という部分でゴジラと関連がありそうな気がしてきたんですよね。予告編に先立って公開されていたティーザー映像には複数の画像が差し込まれており、その中には火山列島、つまり硫黄列島も含まれていたんですよね。そしてゴジラはどうやらその近辺にも出現していたことが匂わされているんですよね。また日本の首相宛に GHQ のダグラス・マッカーサーが送ったと思われる文章には、日本の南方から接近する巨大水生生物を確認したという記載もあることから、ゴジラは日本の南方の海に生息、もしくは潜伏していたのではという考察につながってくるんですよ。ということは、四季島はもしかしたら戦時中にゴジラに遭遇していたのではって思ったんですよね。どういった遭遇かわかりませんが、帝国海軍、米軍、どちらか、もしくは両方がゴジラを怒らせる、傷を負わせる、殺害しようとする場面に立ち会っていたのではないでしょうか。そこでゴジラという存在を認知している彼は、親しくなった大石のり子にその存在を伝えたということなんじゃないでしょうか。吉岡秀隆さんが演じる野田健二という科学者は、ゴジラの存在を日本政府が隠蔽しているとはっきりと述べていますし、ゴジラという存在を日本政府が国民に発表しているとは思えないので、一般人である大石のり子がゴジラを知ることになるきっかけは四季島しか考えられないんですよね。しかしながら、ここで大きな疑問が出てくるんですよね。それはゴジラという名前がどこから出てきたのかってとこなんですよね。ゴジラという呼称が使用されるきっかけとは一体何なんでしょうか。そのあたりは全く想像できないですね。個人的には大戸島に由来する伝説の怪物から名前を取ったとかだったら初代とのつながりを感じれるので、ちょっと嬉しいんですけどね。次にゴジラを中心に巻き起こる謎の巨大な爆発のシーンですね。このシーンがあまりにも印象的で強烈だったので、昨日の動画のサムネにも使用したのですが、一体どういった意図がある場面なんでしょうか。単純に考えたらゴジラが何かしらのアクション、例えば放射熱線を使用したなどと考えられるんですが、どうもゴジラの動き的にそういった行動は起こしていないですし、爆発はゴジラとかなり距離の離れた奥側で発生しているんですよね。ということはゴジラに対する軍隊からの何かしらの攻撃によって生じた爆発かと思われるんですが、人々が静止しているように見えるほどの速度で衝撃波を放ち、一瞬で建物を粉砕するほどの威力を持つ爆弾って何かなって考えたら、原子爆弾としか思えないんですよね。まさか東京に落とされるなんて展開ってありえないよなって思ったんですけど、今回の恐怖の象徴としてのゴジラという主題を考えると、あり得るのかもしれないとも考えています。他の爆弾という線もありますが、あの威力を考えるとなーって感じですね。また核兵器が使用されたと匂わせるシーンが実は先立って公開されていた特報映像にも登場していました。爆発シーンは検証してみると、建物にかけられている垂れ幕からして服部時計店の手前の道での出来事だと思われます。そして特報映像や予告編では、史実では損害を受けていない服部時計店が半壊して焼け焦げている姿が登場しているんです。つまり特報映像や予告編で登場しているあのシーンは例の爆発シーンの後の時系列になると思われるんですね。それに付随して服部時計店の前にできた瓦礫の山に集まる群衆や防護服を着用した科学者が映し出されるシーンでは、放射線に注意といった看板が立っているんですよね。ここでちょっと俺の中で繋がったんですよね。俺はあれはゴジラが街を破壊した後であり、ゴジラの体から発せられる放射線のことを指していると思っていたんですが、もしかしたら原子爆弾の放射線のことを指しているのかもしれないですね。あのシークエンスが本編の中のどのあたりに位置するシーンなのかはちょっと定かではないのですが、東京にゴジラ殲滅のために第3の原子爆弾が投下されるというような展開が巻き起こるのかもしれません。さすがにないかなとも思うんですけど、予告映像のあの爆発の威力からしてそういう展開もあるのではと考えています。ちょっと考えたら恐ろしすぎますし、絶望に絶望を上乗せするような形になりますけどね。果たしてどうなっていくのか気になってしょうがないです。予告編にはまだ気になるところがいくつもあるので、それは次回の動画でお話ししたいと思います。ここまで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価よろしくね。